広げてからやっぱりボックス幅で斜めにこう入っていくような動きが鋭く出てますし、相手の嫌なところにボールが入っているところですね。ミサオの左手ですよ、ね、そうですね。キックを準備する杉本に大きな拍手、ヤマハスタジアムです。2対1リードの岩田、前半のアディショナルタイム追加点のチャンス、守るのは大卒2年目の早川です。ついに目覚めました杉本健勇、今シーズン初ゴール、3対1。ゲームは1点です。 PK でもね、はい、冷静に決めたと思います。これで前半が終わりました。まあ、ここまでの前半のパフォーマンスを見ると、まあ、ケルに値する、まあ、チームメイトが、ね、彼に蹴らせようというパフォーマンスをしてたと思いますし、まあ、ボールの収まりもそうです。サイドネット